赤旗祭りとは、日本共産党が主催する一般向けの祭事。日本共産党の中央機関が主催する、祭事日本共産党の地方機関が主催する祭事、当該地名を関することが多い。本校では1について詳述する。日本共産党新聞赤旗、赤旗祭り赤旗祭りとは、1959年に始まった日本共産党中央。 委員会赤旗つり実行委員会が主催する一般向けの政治、社会、文化系の複合型祭事である。近年は東京都江東区部の島にある夢の島公園にて数年に一度11月3日の前後2から3日間に開催された。近年は日本共産党幹部による公園、有名人との対談を筆頭に音楽家、歌手の野外コンサートや落語を、 目玉行事に据え、同等や社会運動の集会、展示会、囲碁、将棋、歌声、フットサル、アーチェリーなど文化、スポーツ関係の行事に、数多くの物産展、著者サイン会などを加えた大規模祭事。共産党による主題を持ち、共産党と市民との接点を基調としながらも、ごく一般向けの祭事であり、各プレイガイドでも入場券を取り扱って、 対象を幅広くした。特にベテラン有名歌手の出演は通例化しており、一般的なコンサートと比べても安価であることもあって、有名人目当ての一般参加者も多かった。物産展は、各地、少数民族さらには、外国の料理、民芸品、特産物など様々な模擬店が出展し、屋外見本し、展示即売会の様相を呈している。 岩ナの塩焼きが特に有名で、道祭りの象徴的な提供食品となっている。党本部からも出展した。一方、各都県ごとの招集会などの党内的な行事も、会場内の一部を使用して行っていたり、SNS 等のオフ会が行われることもあり、様々な側面がある。会場内では、係員まで配置して、ゴミの分別収集を徹底させた。 最寄り駅と会場の間の道路は歩行者で混雑し、交通整理がなされる。各地の党公園会が仕立てた貸切バスで参加する人も多く、終了時刻前には多数のバスが連なって停車している様子が見られた。第41回では実に618台のバスが動員された。また会場近くでは反響を掲げる外線右翼団体が外線車から 軍歌や君が世を大音量で流し、日教粉砕を叫ぶ抗議活動が展開される場合があった。その協情ぶりが参加する演芸関係者からの絶好のいじりの対象となった。第1回赤旗祭りは1959年11月8日に浜里リ休音指定園で開催された。その後、会を重ねる中で日程も長くなり、場所も玉子藩や調布飛行場跡地など、 郊外の大規模会場で開催されるようになった。近年は2から3日間開催であるが、4日間開催されたこともあった。また、1985年には大阪府堺市の大泉緑地で開催された。1988年には昭和天皇が病で多数のイベントが自粛される中で開催された。1992年から、 夢の島公演開催が定着している。近年は国政選挙が予想される場合には延期されることがある。主な催し物主な催し物主な催し物第31回までは主に日本共産党の70年上下、投資年表の関連記述による。会場の欄で都道府県名のない市区町村はいずれも東京都。第41回共産広告よりあいぬ。 民芸品など北たアフリカ料理、小池晃ツイッターを深い新聞赤旗に関し、ありがとうございます。